皆さんこんばんは。原田ゴルフ、原田修平です。今日のテーマは、インパクトについての解析をしたいなというふうに思います。これは初心者限定というかね、初心者向けの動画です。つまり、インパクトっていうものをどう考えていくかを、僕は初心者の方に一番注意してやってもらいたいんですね。よくバックスイングの時の左腕とか、フィニッシュ、もちろんそれも大事なんですけれども、その考え方もすべてインパクトからすべてつながっています。ボールの当たる瞬間、この瞬間にかけての意識、ここを高めていくということがとっても大切なんですね。なぜかというとそれは答えだからです。インパクトが答えで、バックスイングは全部そのための過程でしかないんですね。フォロースルーも結果、インパクトのためにすべてがあるというふうに考えてください。弾道測定器、いろんな今テクノロジーが発達していても、それは全部インパクトの瞬間、ここに対しての考え方、ここから繋がっていくというところですので、ぜひともですね、この正しいインパクトを覚える。そうすれば、ゴルフ上達のね、まず近道になりますので、ぜひともですね、この動画を見て、練習していただければなと思います。これはね、家でできるんで、家でね、まあ短いクラブ、なんかあればもうできるし、まあ自分でね、練習場で行ってチェックするときも、この動画を見ながら練習していくと、かなりですね、非常にその、ボールの当たるところに対する意識、ここだけで弾道かなり変わってきますので、ぜひともですね、まあラジオ感覚のようにちょっと長い動画になりますので、しっかりと、ラジオの耳で聞きながら、覚えていただければなというふうに思います。それではね、早速レッスンの方に入るんですけれども、インパクトを正しく、するための8つの約束というか8つのポイントというふうにちょっとね、お話ししていきたいなと思うんですけれども、まず一番重要なのは一番初めに項目に置きました。それは何か。これね、ハンドファーストです。で、ハンドファーストっていうのは、要するに手がちょっとこう先行してる状態ですね。で、この状態でインパクトを、瞬間を迎えるっていうことがとっても大切になってきます。で、どうしてもね、アマチュアの方とか初心者の方ってね、こう、この先端を動かすっていう意識がすごく強いのね。うん。で、この先端を動かす上で重要になってくるのは、あくまでも、根元側なんですよね。グリップ側が重要なの。何でもそうでしょ。鉛筆とかでも何でもね。だからボールの当たる瞬間を作る、大切なポイントっていうのは、あくまでも、こっち側、グリップ側なんですよ。ってことは、グリップで引っ張るっていう動作なんですね。グリップで引っ張る。線を引くときも、やっぱり、引っ張ってる方がまっすぐ安定するんですよ。ね。押しながら安定させることってできないんですよね。だから、引くっていう動作、引っ張る動作でインパクトを迎えると、やはり手元が少し先行する形になるはずなんですね。例えば、あとは、こう、何でもそうですね。こう、くるくる回すのでも、こっちは常に引っ張ってる状態なんですよ。こうやって押してる状態っていうのかな。どうしてもこう押すという意識が強くなる方が多い。こうやって押していくと。そうすると、まあ、リリースが早くなるので、正しいインパクトっていうのは、このハンドファーストの形をイメージしてください。で、このハンドファーストっていうのは、ちょっとこういう、しなる、こういうワンスピードとかでね、ちょうどボールの当たる、ちょっと前あたりのところですね。このあたりぐらいのところで、こうハンドファーストにしたときに、シャフトがこう、しなる動き。そうすると、ここを見ててください。ここが、こういうふうに、こういうふうにしなりながらハンドファーストになる感じ。こういうイメージを持ってくださいね。こう、この字っていうかな。ただ、ハンドファーストに していかないように、ちゃんとグリップに圧をかけて、ハンドファーストになる感覚。こういうハンドファーストのイメージを持つことが重要。ということは、ハンドファーストになるときの瞬間は、シャフトはこっちにしなってる状態なんですね。じゃあ、引っ張る感覚にならないんですよ。左手がね。こういうふうに引っ張るっていうイメージにならない。ですから、まずハンドファーストにする上で大切になってくるのは、インパクトも重要なんですよ。インパクトから考えなきゃいけないんだけれども、
やはりそれは、テイクバックから考えていくということが重要です。じゃあどういう練習がいいかというと、クラブを置いといて、グリップを動かしていくと。こういう揺らぎを作ってください。その瞬間がハンドファーストになるはずですね。ボールの当たる瞬間、こういうポジションですね。揺らして、揺らして、ハンドファースト。こういう練習してください。揺らして、揺らして、ハンドファースト。グリップが動く感覚ですよ。グリップです。グリップが動く感覚。ヘッドを動かす感覚にならないように。グリップを動かし、グリップに圧をかけていくようにして、ハンドファーストを作る。で、基本はハンドファーストといっても、僕の手の動きを見てほしいんだけど、グリップが戻る動きになるでしょ、こうやって。こうやって。で、視点がこっち側になるわけですね。なので、もちろんハンドファーストになる瞬間はこういう風にありますが、元に戻るわけ。こういう風に。ハンドファーストになって戻るっていう動作。こういう動作になりますよ。ダメなのは、グリップを止めてこういう風にインパクト作んないように、こうやって。これともうアーリーリリースになっちゃうから。あくまでも、こっち側。こういう動作で、まあなんかこう、ハサミみたいな。ハサミみたいな感じですね。ここにクラブをお腹にポンと置いて、こうやって揺らす練習してください。で、一瞬前に。そうすると、ここら辺の動きっていう、体幹部の動きで、ハンドファーストになる。こういう動きを作ると。で、そうすると、テイクバック側から考えると、テイクバック側が少しこっち側がグリップが動いてヘッドが遅れてくると、ハンドファーストを作りやすい。ですね。こういうふうに。ハンドファーストになるために、ちょっとこっちが遅れてから遅れるような。こんなような動作で、こう、少し波打つような、動きを覚えていくと、徐々にインパクトがハンドファーストの形になってきます。これが一つ目ですね。ハンドファーストの動き。そして二つ目、これが小屈です。小屈。これは左手ですね。右手は背屈、折れた形になりますよ。まあ、小屈背屈というと、右手が背屈、折れた形で、左手が小屈。で、形だけを真似するのは割と簡単なんですよ。ちょっとやってみます。こんな感じですね。インパクトで。こんな感じ。で、これで当たれば、まあもちろんボールにですね、こう、強く当たる感覚。こう、ね、こっち押す動作じゃなくて引っ張る動作っていうことで考えて、すごくこう、強く当たる感覚見えるでしょ。だから、野球とかでもこう当たる瞬間は、ちょっと折れて、右がこういう風に折れてて、打ちながら抜けていくときに腕が綺麗に伸びていくと。まあそういうようなインパクトをイメージしていいんですけれども、ただ、この形だけ真似すると、あんまり良くないですね。なぜかというと、こういうポジションになるんで、要するに、面が下向くんですよ。で、これで打つと、やっぱり手首硬くなっちゃうんで、まあ、叩いただけでは、まずは、球が左に引っかかるとか、低くなる。もしくは、このままで追っつけていくんで、この右にプッシュアウトとかですね。イメージ的に言うと、こんな形を作るがゆえに、ボールが、ヘッドが走らないから、ボールが飛ばないとか、そういう、ミスが出やすくなります。で、これはね、ちょっとこう再考しなきゃいけないのが、小屈の動きをここで行うことによって、シャフトがこっち側に動こうとする瞬間というのは、クラブフェースは逆なんですよ。開こうとしてるということ。つまりこうやってねじれてるっていうことがダウンスイングで行われます。道具で言うと、こうクラブってこう開こうとするわけ。で、この開こうとするこの瞬間、この瞬間が小屈をイメージする瞬間でもあるんですよ。つまり切り返しの瞬間ですね。切り返し。ここです。ここで小屈のイメージを持つ。だけどフェースは開こうとする。手首は小屈になる。ここで二つが相殺されるとどうでしょう。結果的にエネルギーはここで喧嘩して相殺されるんで、クラブフェースの面は開かないんです。こんな感じ。だけど、手の中ではもうめっちゃ小屈をしようとする。フェースは開こうとする。っていうフォースが、エネルギーがこういうふうに、お互いに喧嘩し合ってるということですね。なので、どちらも同じで1対1で関係性で、開いてる力と、そしてねじれてる力の両方が、バランスがない、良くないと、スライスとか引っ掛けとかになりますよ。
小屈の力が強いと引っかかるし、こっちに開く方の溜める力が強いとフェースが開くんで右に行くというところですね。こういう関係。つまり、小屈の動きを今まず入れると、クリ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 動くわけ。これ簡単にクルクル動くから、これで打っちゃったら引っかかっちゃうわけ。それに対して右手で開く力ですね。開く力とねじる小屈の力が、ちょうどタイミングが合う。こうすると、しなりが出る。で、その瞬間ポンと離すと、ほら、戻るでしょ。しなってポンと戻ると、こうやって。ねじって戻る。ねじって戻るっていう動作ですね。この復元力でボールを飛ばせるとですね。そうすると、ここで今、小屈の動きが入り、戻る動作。動作になると。そうすると、走るんで、結果的にインパクトの形作っても、結果的にヘッドがこうやって返る感じになります。はい。なので、ここで練習はこうやって、一度開こうとする動作に対して、ねじる動作で戻るので、こういう動きになる。わかりやすくやるとね、回してみるといいですよ。回すと、ここで、開いて、この先端が落ちようとしますから。それに対して、自分の小屈の動きで戻す。戻す。でも、こっちを開こうとしてる。ねじる。これで喧嘩し合ってる状態を作ると、こういう風になると。まあ、これで、シャフトのしなりで理解すると、これですよね。こうやってやるというわけですね。この瞬間に小屈の動き。でも、下に落ちてる感じ。こういう風に。その時に小屈の動きが入ると、こういう動きになりますから。そうすると、こういう動作。こうやってシャフトの運動量とか、ねじれを入れながら、小屈のイメージをしないと、何もしないで、ただ小屈でボールにぶつけに行くと、これはやっぱり球が上がらないし、あまりいいボールにはならないということが言えるので、このインパクトの小屈のイメージは、あくまでもフェースのこの展開をちゃんと手でキャッチする意識を持ってください。そして三つ目、ウェイト移動ですね。これは、ウェイト移動はよく、インパクトの時に左足体重でインパクトするっていう方が多いんですけれども、割とね、そういう風に考えすぎると、やっぱりパワーが出ない。左足体重のままなんでね。そうですよね。こう、引っ張るのはもちろん大事ですよ。ただ、ずーっと左足だと、力ってのは出ないんですよ。何かこう、物を押すと、言うと、この、で考えたね。ずーっと左にこう移動してる状態。これだとやっぱパワーでね、最終的には、インパクトの瞬間はちょっとこう、ステイバックっていうか、後ろに乗ってる状態ぐらいがちょうど、体重が、逆に乗るんですよね。ちょうどこういう体重を乗る瞬間、ちょっと右にも乗ってる状態の方がパワー伝わる。全部左に乗ったところでパワーってのはなかなか伝わらないんですよ。ですから、でもなんで左足体重になってる、左足体重っていうかっていうと、よく見ててくださいね。ここから、ダウンスイングのところ、ここは左足体重なのね。だけど、インパクトの瞬間はこっちに残る。こういう形。これで今、左右になってるわけ。左右っていう感覚。で、そうするとクラブのスピードが生まれますね。こう音が鳴るぐらい。ダメなのは、こうインパクト。いきなり全部左に乗せるって。そうすると全然パワーで伝わらないの、ボールにね。感じとしては、インパクトの時は、左6割、右4割ぐらい。ですね。こんな感じ。で、左に乗る、この瞬間は左にかなりかかってるかもしれない。ダウンスイングはね。だけど、インパクトは、こう戻るような。そうすると、結果的に、こういう風にフォローするで、ちょうど、結果的にここで左に乗ってます。ただ、こういうインパクトになっちゃうと、ボールにパワーは伝わらないので、きっちり覚えておいてください。そこを覚えておいてください。だから両方でイメージするとですね、ちょうど右足でもインパクトする練習と、左足でもインパクトする。右足でもちゃんとインパクトできる感覚を作って、で、両足の時に、ちょうど6、4ぐらいの感覚で、インパクトできると、ちょうど体のポジションが真ん中になりますから、
で、そこで捉えていくような感じ。そうするとちょうどいい形になります。これがウェイト。そして、四つ目、捻転差。捻転差ですね。捻転差っていうのは、トップからダウン、ここのかけての、捻転差っていうことになりますので、それを、もう、戻すときですね。ねじれたものが戻るときのパワーになりますから、よく言うのが、ねじれたところでインパクトを迎えても、パワーは出ないの。どういうことか、ねじったものがほどける瞬間に加速が生まれると。いうところのちょうど中間がインパクトなんですね。だからもう加速がされて終わっ、加速がされてるところで当たる。なので、インパクトのところはもう、ここで加速がされてるところなんで、ねじれがほどけてるところじゃなきゃいけないんですよ。なので、どういうイメージかっていうと、ねじれて、ほどく。ほどくときは、この腰の位置見てください。逆なんですよ。ツイストが逆になるわけ。こうなんなきゃ。ずーっとこうだとまずいんですよ。だから、先ほどの右足体重と、結構つながる同じことなんですけれども、ずーっと左にこう引っ張りながらねじれを作るんじゃなくて、ねじったものがほどく、こういう関係。この瞬間にインパクトがあるっていうふうに考える。だからブレーキかかる感覚ですよね。ずーっとこうなんないように気をつけるということが重要になってきます。で、練習方法はねじれて戻るっていうところがインパクトになるので、ねじれるっていうところで言うと、上半身と下半身に差が生まれるから、上半身はバックスイング側、ダウンは左足にこう、ターゲット側にこうやってねじれますよね。そこから戻るところで、ここで加速が生まれるの。逆になるわけ。こういう関係。こういう関係ですね。こういう練習。ねじれて戻る。ねじれて戻る。そうすると、ねじれて戻る。ねじれて戻る。ねじれて戻る。ここがインパクトっていうふうに考えるんですよね。そうすると、ちょうどこのインパクトの瞬間の時は、ちょっと、ほどけてる瞬間っていう、ねじれの方がね。まだこの手はまだ曲がったままかもしれないけど、体の動きは、ほどく。こういう関係性のところ。こういうふうに考えてください。同じ方向にはいかないっていうことを、しっかり覚えていくことが重要ですよね。どうしてもね、皆さんねじると、ねじったままでこうやって落とする。ねじって戻るっていう風に関係ね。そうすると、こういう関係。ねじって戻る。その感覚をイメージしていくと、ちょうどインパクトのところが、ちょうどいい形になりますので、そこら辺を理解してください。インパクトの右肘についてですね。これは、右の肘は、こう、物を押すときのポジションですね。結構人によってちょっとそれが変わっていて、肘がここら辺にある人と、ここにある人。まあ、これもね、僕の、一つだけリンク貼っておきますね。肘の使い方っていうね。で、変わってくるんですけれども、で、変わって、ただ少し曲がってるってことがポイントです。伸ばしてるんじゃなくて、インパクトの瞬間は少し曲がってる形をイメージすること。で、その後に伸びていきますので、こう、いきなり、伸ばしてしまうとまずいですね。なので、どっちかというと、この瞬間僕だと、インパクトのところは、このように曲がったまま、この形ですね。で、大切になってくるのは、この頭のポジションとの関係性ですね。こう頭が残ってれば、綺麗に伸びますけど、頭が曲がっ、このままこう突っ込んでると右肘は曲がったままなんですよ。ですから、必ず曲がってるところから、どこかで伸びるところができるのは頭の位置がちゃんと残ってるから、この背中の反りですね、をちゃんと作っていくと、右の肘が曲がったままでインパクトできます。だからこの時にダメなのはこう、こういう風にならないように。こうするともうアーリーリリースね。あくまでもこう先ほどの一番初めのハンドファーストの関係性と一緒。この関係ですね。で、右の肘が、僕の場合は脇腹に入ってくるタイプなんで、まぁ、ちょっとミートのポイントがちょっと左寄りになりますけれども、ちょっと肘がこっち側の後ろ側の人っていうのは、少しこう、こういう形で体をぐーっと回し込んで、ここでインパクトですね。右腰で。ここでインパクト。僕は左。この違いはちょっとあるかなと思いますが、だいたいこう右の肘の形で変わってきますね。前か、ちょっと後ろか。ここは自分でいろいろ確認して、ちょうどいいところを探してみるといいと思います。はい。続いて、
左脇は先ほどの右の感覚ともちょっと同じになってくるんですけれども、ストロンググリップかスクエアグリップでもこれも違いが出てきます。これはちょっと解説しておきますね。ストロンググリップの場合だと、ちょっとハンドファーストになりますね。ストロンググリップの人が脇を締めてインパクトするとフェース被っちゃうんですよ。少し空間を作っていかなきゃいけない。ね。そうすると、こういうインパクト。どうでしょう？ちょっと空いてるでしょ？で、右脇が締まってる状態。に対して、まあ、スクエアな感じの場合は、左脇が締まって右肘がここに来るので、こういうインパクト。もう一つは、こう。こう違いが出るんでしょ？ね。この、前に出て、こういう脇が締まってる形か、締めて、こういう形か。まあ、どっちが悪いとかいいとかじゃないでしょ。どっちもちゃんとパワーを伝えてる形。こう形が変わってくるので、少し、こう、変わってくるだけで。まあ、どちらでも構わないで、鏡の中でチェックしてください。こういうタイプなのか、まあ、グリップによっても変わってくるし、インパクトの時に、自分がね、これをやることによってスライスするのか、フックするのか、いろいろチェックしながら、インパクトの形を、整えてみてください。そして、八つ目、あ、七つ目。頭の位置ですね。頭の位置。頭の位置は、アドレスの位置と変わらないっていうふうに考えてください。こんな感じですね。で、ただこの時に一つ言えるのは、割とね、頭って動く人結構いるの。うん。なので、例えばこういうタイプもいますね。ダウンスイングで頭がこっちにずれて、インパクトで、戻る。ずれて、戻るタイプ。もしくは、右にずれて、戻して、インパクト。こっから、戻るインパクトとかね。いろんなインパクトってあるんですよ。だから、頭の位置が、インパクトの瞬間は、まあ、もちろんアドレスの位置なんですが、その、前段階では多少動いてもいいというふうに考えてください。で、そういうふうに考えると結構楽なんですよね。とにかくインパクトの時にちゃんとアドレスのところに持っていくかどうかがポイントになってきます。で、もちろんその時に体は動きますよ。だから練習としては首の周りの筋肉をこうほぐして力を抜いてあげて、こういうふうに振ってあげると。そうすると首と体がこうバラバラに動くでしょ。そうするとちゃんとインパクトの時に頭の位置、アドレスのところに戻りますから、ここの首とバラバラに使う。これはね、両手で胸のところに当てがって、こういう風に何度も早く動かしてください。そうするとここは緊張してないと、してるとこういう風になっちゃいますから、こういう風に動きます。分かってきたら少しうねりも入れるといいですね。こういううねりですね。こっちじゃないですよ。こっちのうねりはカット押し切るようになりますから。逆ね。こういう動きのうねりを作ると、そうするとハンドファーストとかいろんな動きできますよね。こういう動きになります。こんな感じで首の動きを、こう、揃えていくというかね、頭の位置を、しっかり保持するというところが大切になってきます。そして、最後ですね。八つ目。前傾角度。ここが最後ですね。前傾角度っていうのは、インパクトの時に、ここの角度、これがすごく大切になってくる。で、前傾角度は基本的には、お尻のポジションですね。お尻のポジションが高い位置ってこと。下がっちゃうと手元が浮いちゃいます。で、それは頭のポジションは逆に言うと関係ないんですよ。お尻のポジションが起き上がっても、こういう風になって起き上がって見えるけど、頭の位置は変わってないでしょ。変わってないんですよ。だから、自分で起き上がってる風に感じないけど、ここの、ももにだけしか力が入んないの、これだとね。こうするとヒップに力が入るんで、押せるわけ。だからちゃんとここで、押した形。こういうお尻のポジションをイメージして練習してください。で、これはね、このポジションだけイメージしても結局、なかなか意味がなくて、インパクトの瞬間は、このお尻の形っていうのを意識するのは、インパクトよりは、まあ、トップからダウンですね。ここまでしか意識できない。あとはもう振るだけだから。ちょうどダウンスイングをかけてのところで、
お尻を持ち上げた状態を作る練習をしてください。なので、スイングチェックはここでトップから、グッ、グッとお尻上げる感じ。そのままインパクトですね。そうすると、手がこう下に押さえつけれるんですよ。例えばこういうものを押してみるとわかる。お尻が上がるとこうやってほら押せるでしょ。こうやって。で、こういうことですよね。押せるんだけど。お尻が下がった状態だと押せないんですよ。押してもこのぐらいしか押せないの。こうなっちゃうだけだから。こう状態が、お尻が上がると状態が潰せるんで、こうやってシャフトがしないでしょ。ってことはダウンスイングは、お尻が上がってる形になると、押さえつけることができるということ。ここですよ。ここが重要になってきます。これがインパクトのポイントの8つ、全部解説しましたね。なるほどですね。ちょっとじゃあ一つ一つ解説。もう一回、おさらい。ハンドファースト。そして、ショークス。これはねじれることによってショークス使うんです。そして、ウェイトの逆流。左足から右足。ちょうどウェイト体重移動の感覚。そして、捻転差。捻転は、捻転した後の瞬間がインパクトだということ。捻転のままだと、そのままだとね、ほどけてないんで、パワーは出ません。そして、右肘押すポジション。ちょっと後ろとか前の人がいます。左脇グリップによって少し前側と正面の、この辺の真ん中のタイプと、種類が分かれます。あとは、7つ目、頭の位置。頭の位置が少し首とこうバラバラに動く。そして最後が、前傾角度。前傾角度はしっかりとこう角度がほどけないで、ここのお尻のヒップの高い状態。ここが分かると、インパクトの時のこの形、お尻が高い位置でインパクト。こういう風にならない気をつける。まあそう考えるとね、やっぱりね、クラブの長さって結構大事。うん。やっぱり今のクラブは少し長いので、やっぱり背の高い人の方がちょっと有利かなとはあります。僕は背がちょっと低いので、少し上から押さえつける感覚があるのは、少し短いクラブの方が本当はいいんですよね。まあ、そうすると、やっぱり、インパクトの形っていうのは、こういう短いクラブとかで、家でこうやってやるといい形作れますから。あ、こんな形かと。それから、こう、自分のクラブ、長いクラブでイメージしていくと、いい形をイメージしやすいというところが言えます。ここら辺が結論ということになります。まずね、これ家でできるインパクトの8つのポジションのチェック。そうすれば、距離を出せる力強いインパクトって作ることができるので、ぜひともですね、鏡見ながらまずチェックし、形だけでもまず整えてください。その後に力の配分、この手の形っていうのは他の私の動画にたくさんありますので、そういうのを見て、インパクトを作り、インパクトからトップ、インパクトからフィニッシュ、インパクトから全てが派生していくようにしてスイング作りをすると割と簡単にゴルフというのは、ゴルフスイングが作ることができます。それでは皆さんそういう感じで練習をやってみてください。オンラインサロンのご案内です。原田ゴルフの遠隔のレッスンが受けられる。そしてその他限定動画、いや YouTube の先行配信、その他いろいろなサービスが充実しております。ぜひともオンラインサロンに参加してみてください。家でも学べる新しい形、原田ゴルフオンラインサロンをよろしくお願いいたします。お申し込みは概要欄か、ウェブのこちらから参加してみてください。こっちかな？札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。